こんにちは、名古屋家仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは日日光日です。はい、前回の動画で教えていただいた日日光日、毎日がいい日だよっていうことですね。そうですね、はいはい、仏教では、うん、この日はいい日だとか、うん、この日は悪い日だとか、この日はいい、これはいい時間帯だとか悪い時間帯だと、まあ、そういうことはあらかじめ決まっていないんですよと、まあ、いうことが言われておりました。はい、でこの日日光日というのは日々が良い日ですよと、はい、こう言われていますので、いい日悪い日がないならなんで毎日良い日なんだろうかと、はい、まあ、こういうふうに思われる方もあるかもしれません。そうですね、はいはい、で、まあ、仏教ではこの今日がいい日になるのか悪い日になるのか、まあ、それはその占いとかで決まるわけでもないですし、うん、またその開運グッズを持っていればいいことが続くという、まあ、そういうことで決まるわけでもないですし、はい、また方角がいいとか悪いとか、まあ、そういうことで決まるんではないんですよと。私たちのこれから先未来はどのようにして決まるのかと、これはだいぶ前にやったんですけれども、はい、覚えておられますでしょうか。一貫して、はい、自分のやったことが自分に返ってくるっていうのをすごく伝えてもらってる気がするので、はい、だから自分の行動とか、はい、その通りなんですね。あ、やっと正解ですか。はい、そうです、そうです、はい、仏教ではこれから先自分の未来、まあ、よく運命運勢というふうに思う方も多いですが、はい、まあ、そういったものは物によってとか場所によって決まるんではなくて、また曜日によって決まるんではなくて、うん、自分自身の行いによって、日々の行いによって決まっていくんですよということですから、はい、まあ、今日で使われていることで言うならば、もし運勢を上げたいなと思う方があれば、日々良い行いに努めていただきたいなというふうに思いますね。開運ブレスレットつけるぐらいならいい行い一つしなさいってことですね。そうですね、はい、例えばですけれども、まあ、昨日夜更かししてしまいまして、はいはい、で朝起きたらですね、だいぶ寝坊をしていて、はい、まあ、慌てて家を出て、で電車に乗ろうと思って一生懸命走ったんですけど、はい、目の前でプシューとドアが閉まってしまって、はいはい、ついてないなとか言いますよね、はいはい、で次の電車に乗って出社したところが遅れてしまって、はい、朝からやってしまったと、うん、まあ、こう思いながらカバンを開けて見てみたところが大事な書類を忘れてきてしまったと。まあ、こういうことがありますと、いや今日はついてないなと、うん、ね、そういや今日の占いで蟹座12だったもんなみたいな、はい、はい、じゃあ本当にそれっていうのは悪い日だから、運勢が最悪だったから、蟹座だったからそんなことになったんだと思われますか。そう、でも言われてみれば、前の日から用意しとかなかった自分が悪いし、はい、夜更かしにも限度があるとかね、はい、ちゃんと目覚まし気にかけてかけてたかどうかとか、まあ、そういうことですよね。そうですね、はい、まあ、冷静に考えれば考えれば、はい、別に運が悪いわけじゃなくて自分が悪いですよね、はいはい、自分の行いによってそういう結果を受けているだけなんですけれども、うん、まあ、どうしても悪いことが続いてしまいますと、運勢のせいにしてみたりとか、占いが悪かったからこう蟹座最悪だったもんなとか、はい、まあ、そういうことにしたい気持ちはわかるんですけども、はい、はい、まあ、そういうことで決まるんではないですよと、うん、日々の行いによって良い日悪い日というのは決まるんだと、はい、ですから毎日トレーニングに勤しみ、一生懸命こう学んでおられる方はいい成績をどんどん収めている、こういう方もありますね。まあ、反対に毎日サボって怠けてばかりいますと、何をやってもうまくいかない、いい結果が得られないと、こういうこともあるでしょうから、ですから、まあ、その良い日になるのか悪い日になるのかというのは、日々の私たちの行いによって決まることなんですよと、うん、まあ、このように仏教では言われておりますので、うん、日日光日と言われておりますのも、日々良い行いに努めていったならば、さあ毎日が良い日になっていきますので、うん、日々が良い日になるように良いことに努めていきなさいよと、まあ、こういうことなんですね。
まあ、反対ももちろんありまして、はい、日々悪い行いに勤めているというか悪い行いやっちゃってると、はいはい、していますと日々悪実になって なりますよね、はい、なってしまいますので、はい、まあ、そうならないようにしていきたいところですが、はい、まあ、特にですねその行いといいましても仏教ではその喋ることも行いですし体でやることも行いですが心で思っていること、はい、これも行いでありしかも心で思っていることが最も大事だと仏教では言われております。まあ、そういうことから言いますと例えばですね、まあ、営業マンが今月は非常に売り上げが良くて月 の半ばぐらいでノルマを達成、ね、目標を達成したと、はい、こうなりますと今月はいい月だみたいに思われるかもしれませんね、うん、はい、ところが成績がいいことに安心してしまいまして喫茶店入ってあとは時間を潰しておこうみたいなはい、まあ、そういう毎日をそれから過ごされたらその後はどうなりそうでしょうか。翌月のスタートダッシュが切れないとかあるでしょうね。そうですね、はいはい、そういうことから言いますと非常にいい成績を収めたその日その月というのはひょっとしたら悪い日の始まりかもしれませんね。あ、なるほどなるほど、はい、そうですね、はい、自分の成績がいいことに安心してしまって悪い行いを積み重ねていくそういう日のスタートになるんであれば、はい、表面的にはいい日いい月に思われるかもしれませんが、うん、心がけとしては悪い日のスタートになってしまったと、うん、まあ、こう言えるかもしれません、うん、まあ、反対も言えまして非常にその今月は売り上げが悪い成績が伸びないということで、うん、まあ、それを非常にこの猛省しまして努力していったとしたならば、うん、その後の成績はどうなりそうでしょうか。まあ、翌月かどうかわからないですけど努力した方の方がやっぱりいい成績残しそうな気はしますよね。そうですね、まあ、そのように上向いていくんじゃないかなと思います、はい、うん、まあ、そうなりますと表面的にはその日は、まあ、その月はなんか悪い月のように思うかもしれませんがその心がけを改められて良い行いに努めていく始まりになるんであれば、まあ、その日はその月は良い月良い日とのスタートと、まあ、こうも言えるでしょうか。なるほどね、はい、まあ、単純にその表面的にいいことがあったからいい日悪い日ということではなくて先ほども言いましたように私たちの日々の行いによって毎日が決まっていきますので日々良い行いに努めていきなさいよということをですね戒められているのが日日光日と言われていることなんですね。確かにね毎日毎日がいい日だったらいいなって皆さん思うと思うんですよ、はい、ね。でもそれはそうなりたければいいことしてたらいいことが返ってきていいことし続けたらずっといいことが来るから日日好日になるよっていうことですね。そうですね何もしないでおって毎日がいい日というそういうことではありませんので、はい、わかりました。じゃあ私も日日好日になるようにちょっと日々努めていきたいなと思います。はい、お互いそうしたいですね、はい、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。